こんにちは。本日は高山大失敗談、神戸マラソン大失速大激震、こんなテーマでお話をしていきます。いつもご視聴の皆様、この真面目でエンタメ性皆無のチャンネルを見ていただき本当にありがとうございます。今回は少し目線を変えて、僕の失敗談、33キロ以降歩きまくって、そしてゴール後吐き気で動けなかった2019年神戸マラソンの失敗レースのお話をしていきます。もしかしたら皆さん、僕のことを失敗ゼロ、狙ったレースで自己ベスト絶対更新、そんなことを思っている方いるかもしれませんが、そんなこと全くありません。初めて走ったホノルルマラソンでは7時間近くかかってますし、初めて走ったハーフマラソンでは完走はできましたけども、1週間以上足首が痛くて歩行困難になってますから。そして練習が嫌になる、そんなことも多々あります。そんな僕が大失敗した神戸マラソンのお話をしていきたいと思います。この話するかどうか結構迷いました。ただし同じような経験をした方に、あ、自分だけじゃないんだ、そういうふうに思っていただければ本当に嬉しいですし、そして最後に、ただ失敗しただけじゃなくて失敗から何を学んだか、そういったところもね、お話をしていきますので、ぜひよかったら最後までお聞きください。2019年、僕の最大の目標というのがサブ3の達成でした。僕のその時の自己ベストというのが3時間28分、一見かなり大幅な自己ベスト更新で無謀のように思えるかもしれませんが、夏に頑張って走力をつけて、秋にはかなり走力がついたなと実感していました。その証拠に神戸マラソンの前に走ったハーフマラソンでは1時間22分という記録で完走することができていました。この記録はサブ3を達成するのには十分すぎる記録です。その後も順調に調整を重ねてレース当日を迎えました。レースの前日からいろんな方にサブ3は絶対達成してくるから、 SNS でもサブ3絶対達成します、そんな宣言をぶち上げまくってましたし、自分でもサブ3絶対いける、走る前からもうサブ3いったなっていう謎の自信がありました。今思えばすごい謎の自信ですね。本当にスタートは B ブロック、天気も良好、風もほとんどなし、絶好の記録を出せるコンディションなんです。ちなみに神戸マラソンというのは神戸市役所から始まって、そこから海沿いをずっと走っていきます。明石海峡大橋までずっと直線のコースを走って、そこから折り返す、こういった直線のコースで、コースの起伏というのはところどころに小さなアップダウンがあり、37キロ地点からは浜でバイパスといって20メーター以上の高さを一気に駆け上げる、最後の最後に難所が待ち受けているという、そんなコースです。そんな難コースを目の前にして、僕の気持ちというのはスタート前からサブ3達成したらどんな報告をしようか、どんな表情をしようか、そんなことを考えてました。自信過剰。B ブロックスタートの僕はロストは2分ほど、ただし神戸マラソンは参加者2万人というとても多くの方が参加してますので、スタートをした後もだいぶ混雑をするんですね。その混雑から抜ける後にもだいたい3キロぐらいかかります。実際にサブ3を達成するペースというのは1キロ4分15秒で走り続けないといけません。ただしさっきのスタートの混雑もあって、初めの1キロというのは1キロ5分、そして2キロ3キロは4分30秒と、かなり最初からね、借金を作ったままスタートです。冷静ながらも早くこの2分の借金を完済したいと思ってた僕は、10キロでこの借金を完済していました。今思えばもう少し冷静になって長い時間で借金を返していくべきだったのですが、頭のどこかで急いでいた、そしてそれだけ体も動いていましたし、自信もあったので、そのスピードで最初は突っ込みました。この10キロ以降、借金を貯金に変えながらぐんぐん加速していってました。さらに須磨駅や塩焼き、知り合いが応援に来てくださったあの地点では、本当に楽しく気持ちよく走ることができました。本当にね、知り合いが応援に来てくれたら、そこの部分だけめちゃくちゃ加速してしまうんですね。あの時は本当に楽しくて嬉しかったです。順調にハーフあたりまで走ったあたり、ここからある集団が見えてきたんです。そう、それはサブ3ペーサーの集団です。大きな大会では節目のタイムごとにペーサーがつくのですが、このペーサーというのは5歩用意パーンが鳴ったと同時にスタートします。僕は B ブロックだったんですが、スタート用意パーンが鳴ってから2分ロスしてスタートしています。なのでペーサーに追いついたその時点で、僕は2分の貯金ができていたんです。つまりサブ3の方よりもかなり速いペースで走っていた、そのことに気づいてびっくりしましたね。ここでは迷わずそのペーサーの方にくっつくことにしました。だってこのままゴールしたら2時間58分でゴールできますからね。しかも僕はペーサーに追いついていますので、ペースを落とすことができるんです。実際にこの追いついてから一緒に走ってる地点は本当に無心で楽に走ることができたんです。僕はこの時もサブ3これ絶対にいけるなと思ったぐらいです。サブ3余裕なり、そんなことも考えていましたし、実際僕を見かけた知り合いもすごく楽そうに走ってたよねと言っていただけました。バカですね、本当に。あんなことしなければ達成できたかもしれないのに。そしてそのままペーサーにくっついて30キロ地点手前、ここで僕はある考えが頭によぎりました。
待てよ、このまま行っても35キロ地点で自分が失速するかもしれないから、余裕があるうちにちょっとペースを上げた方がいいんじゃないか、その時はめちゃくちゃ楽だっていうわけではなかったんですが、そんなことを考える余裕があるぐらいの力は残っていました。1分ほど迷った挙句、僕はペーサーの方の前に出る決意をしました。1キロ10秒ぐらい速くなってぐんぐん加速していきました。その時の僕にこう言いたい、動画で30キロ以降だって言ってるのはどこのドイツだ。そのまま順調に走っていたのですが、33キロ地点事件が起こりました。急激に足が重たくなり体が動かなくなったんです。一瞬何が起きたか分かりませんでした。そう、ほんの少し前まで順調に走っていたのに一気に体が重たくなって急激に体が全く動かなくなったんです。1キロのラップは5分まで落ちました。そう、前半に飛ばしたツケ、そしてペーサーの方に追いついてからペーサーの方から離れて自分で加速したツケ、そのツケがここに来ました。ペースの乱高下というのは一番足に来ます。そのツケをここで払うことになったんです。そして34キロ地点でたまらず止まってストレッチをしたんですけども、これがまたいけなかった。止まったことによって足が急激に硬直してさらに走り出せなくなってしまったんです。動きを止めると血流も悪くなって足が動かなくなります。そして止まった足を動かすのにはさらに筋肉の力が必要になるんですが、その止まった足を動かす筋力というのは僕にはもう残っていませんでした。騙し騙し走っていたのですが、35キロ地点とうとう走れなくなってしまって歩いてしまいました。なんという屈辱。先ほどまで一緒に走っていたペーサーの団体にも抜かれてしまって、後ろ姿を見ながら、あそこで一緒に走っていたら違った結果かもなと思っていましたが、そんなたらればは意味はありません。そうは言ってもこのまま止まってしまっても何も意味がありません。何もできないので、とにかく行けるところまで行くしかない、そう思って歩き出したのですが、こっから歩くのはきついんです。筋肉に限界が来ているのにさらにそこから前に進まないといけないこの辛さ、そして何よりきついなと思ったのがね、沿道の声援なんです。分かっているんですよ、歩いててきつそうな僕にエールを送って頑張れって言ってくれた方、分かっているんですけれども、その声援に応えることができないこの虚しさ、情けなさ、そしてこんな歩いてる自分を見ないでくれ、そんな声援投げないでくれっていうこのね、自分の未熟さ、それが辛かった。ただその時は本当にね、辛くて情けないと思ったんですが、今になって思うと、あの声援がなかったら間違いなく最後まで完走はできなかった。今ではね、その頃には本当に感謝しています。それでもね、一歩一歩進んで37キロ地点からの難所ハマってバイパスも1キロ12分という驚異的なスピードでなんとか登り終えて、その頃にはね、吐き気とも戦いながら歩いていったんですけども、40キロ地点また事件が起こったんです。何してんの。そうやれ振り向くと、そうなんです、サブ4を目指して走っていた妻が後ろから追いかけてきたんです。妻はさぞかしびっくりしたでしょうね。サブ3達成すると偉そうに言っていたが、40キロ地点この時間に優雅にウォーキングしているわけですから、僕は振り絞るような声で、俺のことはいいから置いていけと映画ばりのセリフを言おうとしたんですが、そんなこと言う間もなくさっと抜かれていきました。いやー、軽快でしたね。ちなみに妻はこの大会でサブ4どころか3時間45分を切ってましたね。いやー、本当に素晴らしい、僕とは大違い。そしてそこからはなんとか吐き気を戦いながら、途中で止まったりもしながら、最終的に3時間58分という記録でフィニッシュ。サブ3を目指していたのに大激震の上で気持ち悪すぎてゴールした後10分ぐらい動けなくなる。そして終わった後スマホを持たずに走っていたので連絡が取れなくて、怒った妻から次からスマホを持って走れと怒られるおまけ付きです。まあ終わった後に水分をしっかりとって、ある程度糖分を取ったら体ももっとおるになって、特にね、大きなことにならず終わったんですが、終わった後は本当に今までで一番きつかったです。こうして結果だけ見れば大激震の大失敗レースなんですが、ここからは本当に学びがありました。それはどれだけ調子が良くても後半のことを考える、そしてきつくなった時は止まるのではなくて減速をして大崩れを防ぐことです。このことを学べたおかげで3ヶ月後サブ3を達成できたレースの時、この時もね、33キロ以降本当に辛かったんですが、止まるのではなくて戦略的にペースを落とそう、このことをできたおかげで大崩れすることなくゴールをすること、そしてサブ3を達成することができたんです。そして42キロという長い道のり、調子に乗って最初に飛ばしたりしてしまうと30キロ以降後半に停滞しっぺ返しが来ること、これはね、分かってるんですけども、今でもたまにやっちゃいます。一番大切なのは、やっちまった、失敗しまったって時に何を学ぶか。失敗はね、誰でもあると思います。レースの失敗もあると思いますし、練習の失敗もあると思います。ただしそこからただやっちまったなだけではなくて、なんでやっちまったのか、これを繰り返さないようにするためにはどうすればいいか、これを考えることがめちゃくちゃ大事です。
これを学びに変えて自分の中に蓄積させていけばノウハウが溜まってその失敗をすることは少なくなります。失速や失敗、そして怪我なんか、そんな経験っていうのは絶対にこの動画を見てる皆様もあると思うんです。ただその失速や失敗を恐れて臆病なレースや臆病な練習をするんじゃなくて、それを学びに変える、そんなチャレンジなレースや練習をぜひしていきましょう。今回ね、この失敗話をして笑い話にしてやろうと思ったんですが、結果最終的にクソ真面目な動画になってしまいました。またお声があればぜひね、この体験談も話していこうと思います。本日の質問はですね、レース前めちゃくちゃ緊張するんですけども、何かいい緊張の解消はないですか？そんな質問ですね。ありがとうございます。緊張ですね。僕も今でも緊張しますね。でも緊張解消する方法ってね、皆さんありますか？ぜひね、コメント欄に教えていただきたいですね。ただこう考えてみたらいいんじゃないかなと思うんですけども、緊張するっていうことは多分周りの皆さんも緊張してるんですね。だから自分だけ緊張してるって思ったらまたそれで緊張しちゃうじゃないですか。でも周りの人も同じように緊張してる、あ、自分だけじゃないんだって思ったら緊張はするんですけども、少し肩の荷が下りるんじゃないかなと思います。あとは緊張っていうのはね、これからやったことないことをやるであったりとか、先がわからないこと、そういったことになると思うんですね。なので考えてもわからないので、やってきたことですね、自分でやってきた練習だったりとか、練習にしっかり自信持てたか、経験納得できる練習ができたか、それが納得できたのであれば絶対ね、いい結果は出ますので、やってきたこと、そして周りもちゃんと緊張してるんだ、僕だけじゃないんだっていうね、そういう思考を持てば少しはね、緊張良くなるんじゃないかなと思います。僕もめちゃくちゃ緊張しますし、この動画学生さんも見てくれてるんですね。学生さんは学年最後とか学生生活最後、そんなレースもあったりすると思うんですけれども、自分でやってきたことを過ぎて、仮に、ね、失敗したとしても、それは自分の経験になって将来すごくいい感じ、僕の今日話した話みたいに笑い話に変えることでできますので、ぜひね、恐れずにね、気張らず頑張ってみてください。ぜひたくさんの質問、そしてね、今日の動画の感想なんかもね、コメント欄にお待ちしています。よろしくお願いします。はい、本日は以上です。最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではランニングに関する情報や走り方、そういった情報を配信しております。今日の動画参考になった方はぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。 Twitter、SNS で高山マラソンをシェアしていただければ本当に嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いしましょう。じゃあね。